はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。和田だよ、本日もよろしくお願いいたします。本日紹介するのは、コカ・コーラより4月2日に発売された、ジョージア厳選素材のデカフェオレこちらをご紹介したいと思います。まずは飲んでみましょう。まずはね、はい、まず開けて飲んでみます。さあ、では飲んでみます。まず匂い。普通に飲んでみます。まろやかだね。普通に飲みやすいカフェオレですけど、さあ、めっちゃね、3でいきたいと思います。3です。飲みやすいんだけど、コーヒーが好きな人にはちょっと物足りないかなっていう感じはするけど、まずいきましょう。こちらはカフェインレス&カロリーオフという、商品となっております。まろやかミルクのコク、カフェインです、カロリーオフだから好きな時に好きなだけ楽しめる、体に優しくて美味しいカフェオレ、厳選素材デカフェ豆 100% 国産牛乳 100% を使用、まろやかなミルクのコクを楽しみください。ジョージア、カフェオレ 50% に比べて、ご褒美カフェオレに比べて 50% 減のカロリーオフとなっております。まろやかで飲みやすいこのデカフェ豆 100% ということで、で一応これね、品名難しいな。コーヒー入り、清涼飲料カフェインです、というね、なんと新しい斬新なコーヒーを作ったって感じですね、ココカラさんが。要はカフェインが入っていないコーヒーってことは、これを飲んだ後でも、やっぱりあれですね、開閉前によく振ってください。正解でしたね、よく振りましたよ。100ml あたり23カロリーとカロリー低いね、このカフェインをカフェインですだからね、もう夜に飲んでも、カフェインが強い。だから、これから頑張りたい人っていうよりも、リラックスして飲みたいなっていう人、カロリー気にするっていう方にね、ぜひ飲んでいただきたい。ね、しかも、デカフェ豆 100%、国産牛乳 100% 使用している、カロリーオフといういいとこ取りの、ただ、コーヒー入り、清涼飲料っていうのがまた新しいジャンルだからな、どうしようかな。1本カロリー94カロリーと結構カロリーオフになっております。飲みやすいこちらの商品、ぜひね、発売されたばかりですね、ぜひ飲んでみてはいかがでしょうか。じゃあね。